今シーズン最強寒気の影響で、東京都心では昨日夜遅く初雪が観測されました。また、今朝は北海道で今シーズン全国最低気温を更新しています。昨日の夜は今シーズン最強寒気の影響で、関東地方にも日本海側から雪雲が流れ込みました。東京でも雪が降り、 気象庁は昨日午後11時半ごろ都心の初雪を発表しました。平年より1日遅く、昨シーズンより8日早い初雪です。また東京世田谷区では氷の粒、あられが車に積もるほど降りました。今朝は冷え込みも強まり、最低気温は北海道金別でマイナス24.9度と今シーズン全国最低の気温を更新しています。 東京都心でも1.4度と今シーズン一番の冷え込みとなりました。